月とコンパクト。山川正夫。朝鮮での戦争が始まったのは昭和25年である。私が最初に北朝鮮軍38度線を突破の報道を耳にしたのは6月25日。確か土曜日であったと思う。その年のことは、 私は奇妙によく覚えている。勤労動員中の過労と栄養不足がようやく現れてきたのか、その一年間には中学時代の同級生の三人が死んだ。初めての女友達が私を捨てた。そして再び黒い翼を広げてきた戦争。不意に、 私にとり現実は、K、多分それは、死なのだったが、の、宣告を待つ、牢屋の中のような日々と変わり、未来は、それまでの不透明な猶予に変貌した。その夏、私は神経衰弱にかかった。私は、医師に半年間の静養を言い渡され、 大学2年の秋からの学期を休学した。湘南海岸にあるお父の家で、私はいつも目の高さにある青い瓦屋根のような海を眺め、いつ始まるかわからない戦争に怯えていた。次第にその怯えは強くなって、しまいには自分の生命という負担の重たさ、自分一人で、 それを始末せねばならぬ面倒で退屈な平和の重苦しさを呪って、いっそのこと、と、むしろ夢に見入るように、戦乱の拡大の期待に光を求めたりした。だが、と言って私は今、その季節を語りたいのではない。いささか機械な話で、私にはまだそのトリックさえ明らかではないのだが、 私は、今、ある体験につき、語りたいのである。海岸での休養を父に命じられて、私は、その年の秋の半ばの夜、青白く頬のこけた顔に、目ばかりを不安げに光らせ、たった一個のスーツケースを片手に、まるで夜逃げをするように、東海道沿線のおじの家へと向かった。 湘南電車はまだなく、私は、容疑者の向かい側の席に、でっぷりと太り、頭髪の剥げかかった大柄の紳士と並んで、髪に白い花を刺した、まだ若い女を見た。花は一輪のカーネーションで、女は時々髪に手をやって、それを気にしていた。順序として、 話はその若い女から始めなければならない。中年の紳士は窓際の座席でゆったりと股を開き、私の乗り込んだ品川ではすでにいぎたなく口を開けて眠っていた。若い女はその横で薄茶のスーツの肩を狭め、きちんと膝を揃えていた。私には、 女は二十二か三に思えた。が、女の顔には華やかな化粧の跡があって、ぼんやりと目を窓に向けているその横顔には、やはり重い疲労が透けて見えた。おそらくこの二人連れは親子だろう。私は華やかなパーティーからの親子しての祈祷を想像した。 肩にもたれかかる太った紳士の胸のハンカチを抜いて、分厚いその唇の端に光るよだれを優しく拭いてやる女の態度には、確かにそんな親子らしい距離と気配があった。形のいい濃い眉。細く滑らかな鼻筋。明確な線で結ばれた薄い小さな唇。そして、 かなり強く匂う香水。私は、ちらとそれだけのものを意識すると、もう正面切った視線を注ぐことができなかった。19歳の私には、そんな、匂やかな美しい女の前にいること自体が、すでに恥ずかしく、目のやり場がなかった。仕方なく、私は医師に許された、 週刊誌を読み始めた。もちろん、注意は絶えずその若い美しい女に向かっていた。女は、一度だけ、拳を口に当てて、小さくあくびをした。女が、箱型の白いハンドバッグを取り、立ち上がったのは、茅ヶ崎を過ぎた頃であった。確かめるように、 紙に刺した花に手を触れると、なぜか女はそれを抜いて自分の立った後のシートに落とした。そのまま車体の振動に気を配った歩き方で通路を後方のデッキに消えた。ごく自然に私はそれを手洗いに立ったのだと思った。私は解き放たれ雑誌を伏せ方の右側の窓を眺めた。 びっくりするほど丸い大きな月が中空にかかっているのを見た。暗い墨絵のような松林の向こうに青白く光って海があった。汽車は海岸と平行に走っていて、だが青く照る現実のその海より霊朗と輝く月をめぐってひしめく青黒く 濁った大空の果てしない暗闇の深さと広がりの方に、はるかに大海原の印象は濃いのだった。私は不思議なことのようにそれを心に留めたりした。そして、その時、全く奇妙な、全く無邪気な感想なのだったが、突然、 私は自分が今、あの女を愛している、と思った。白い花が一つだけ転げている目の前の空席。そこに見る現実の彼女の不在に、ふと私は生々しく白い暖かな女体を感じ取れた。私は自分の愛がその空間を充填して、 そこに彼女を出現させるような気がしたのだ。そうだ。愛はその不在の感覚によってのみ存在する何かなのだ。私は幸福げに空を眺め、時の経つのを忘れていた。と、電車の轟音が硬い金属室のよく響く音に変わり、 鉄橋の黒い巨大な橋桁が次々と窓をかすめ去って、列車は馬乳川を渡っていた。広い河口にキラキラと一面に白銀の月光が広がり、月の微変を浮かべた緩やかな小波がひっそりと音もなく岸を洗っていた。月は黒い川の真上にあった。 全車両が鉄橋を渡り終えた直後だった。どこか遠くで慌てたような男の大声が起こり、赤い腕章の車掌が通路をドタドタと駆け抜けると、屋わに汽車は急ブレーキをかけて止まった。ショックで急激に前のめりになった人々の土星や悲鳴屋の中から、自殺だという叫び声がひときわ高く聞こえた。 何飛び込み違う。飛び降りだよ。どなたか飛び降りた方のお心当たりはありませんか茶色の服の若い女の方です。私は呼吸の止まるような気持ちで大声を上げながら車内を歩いてくるその車掌の手の箱型の白いハンドバッグを見た。やっと目を覚ました紳士が シートのカーネーションをつかむと飛び上がるように立ち上がった。紳士は車掌に連れ去られた。私は初めて網棚の上の彼らのものらしい荷物を見た。新品らしい青と黒の大型トランクに並び小さな木側のカバンがあり、奇妙なことにパラフィン紙で包まれた花束が一つ。 謎のように、そのカバンの上に置かれていた。翌日の新聞で、私は紳士が45歳の金融業者であり、鉄橋越しに馬乳川に投信した女が、当日式を挙げたばかりの22歳のその新妻なのを知った。写真があり、箱根への新婚旅行の途中だった。 とも書かれていた。もっとも私の見たのは神奈川版なので、どれだけのスペースで中央で報じられたかは知らない。当日の私の日記は、だが不思議なことに、その事件には一時も触れていない。私を捨てた幼馴染の進撃女優の卵への未練げな悪口や、 突飛で凶暴なファシストめいた意見でそれは埋まり、ただ、そのよう、月が美しかったことだけが簡単に記してある。